岡山の芸人がどないこないになろうか知らんちょっとだけ近づいていってあと言うとけよ岡山の芸人に可能であればこう千鳥さんも一緒にわしみたいな岡山弁絶対喋るなよやらせていただけたらなっていう邪魔わしのもんじゃってはい、岡山の芸人に言っとけよはいわしみたいな岡山弁絶対使うなはいじゃあはわしのもんじゃ誰も使うな方言は売れる方言は売れる